着地の衝撃少なくもっと楽に走りたいな。今よりも長い距離もっと楽に走りたいな。着地音が大きいからもう少し着地音小さく走りたいな。そのような悩みを持たれている方、本日は着地の衝撃少なくもっと楽に長い距離を走れるようになる方法をご紹介させていただきます。どうもランニング専門 TV 整体師ゆうじょうです。ランニングのご指導させていただくと、着地の衝撃を強く受けてしまうような走り方をしている方が非常に多いです。本日はよくある着地の衝撃を強く受けてしまう悪い走り方、そしてそれを改善する方法をご紹介させていただきます。着地の衝撃を強く受けてしまう悪い走り方の一つ目が、着地する足に重心が乗り遅れていることです。どういうことかというと、足が着地してから着地した足の上を骨盤が素早く乗り越すほど着地した時の衝撃を少なくすることができます。もし着地した時に重心が乗り遅れてしまうと、地面から受ける反発をしっかりと体で受け取ってから体を前に運ぶことになります。一方で着地してから素早く着地した足の上を重心が乗り越せると、地面から受ける反発を前に進む反発に活用することができます。ですので、重心の乗り遅れを改善するためには、着地する瞬間に着地する足の上を素早く重心が乗り越すイメージ、このイメージで走ると衝撃を少なく走ることができます。実際に動画を見ていただければと思います。重心が乗り遅れている走り、着地してから着地する足の上を骨盤が通り越す時間が遅いと、着地した後にブレーキがかかりやすく衝撃を受けやすくなります。下がこれを改善した走り、着地する前から着地する足の上を骨盤が通り越すイメージで走ると衝撃少なく走ることができます。2つ目の衝撃を受けやすい走り方が、僕の動画でもよく出てくる体の前で着地する走り方です。これは1つ目の重心の乗り遅れとも似ているんですが、体の前で着地してしまうと地面からブレーキがかかるような反発を受けてしまいます。これを改善するためには、体の真下の近くで着地すること、そうすることでブレーキがかからず着地の衝撃少なく走ることができます。体の真下で着地するときに1点気をつけていただきたいのは、足を前に振り出してからそのまま体の真下で着地するのでなく、足を前に振り出してから振り戻す、しっかりと振り戻して体の真下で着地する、これだけ気をつけましょう。これも実際に動画を見ていただければと思います。体の前で着地する走り、体の前で着地するとブレーキがかかり着地の衝撃を受けやすくなります。また着地してから膝が曲がり腰が落ちやすいです。下がこれを改善した走り、足を前に振り出してから振り戻し体の下で着地するとブレーキがかからず衝撃の少ない走りとなります。着地の衝撃が大きくなる3つ目が、地面を踏みつけるように着地していることです。せっかく体の真下で着地しても足を体の下に叩きつけるような着地をしてしまうと衝撃を強く受けてしまいます。これを改善するためには、前に進んでいるスピードと同じスピードで足を振り戻して着地する、そうすることによってスピードを落とさず衝撃少なく前に進むことができます。実際にこれも動画を見ていただければと思います。踏みつけ着地の走り、地面を踏みつけるように着地して走ると地面を叩くような接地となりやすく、接地音も大きく衝撃を受けやすくなります。下がこれを改善した走り、前に進むスピードと同じスピードで足を振り戻して着地する意識で走ると自然とソフトな着地となります。衝撃が強くなる走りの4つ目が、前に振り出す足を持ち上げすぎてしまっていることです。足を前に振り出した時に地面に対して足が高い位置にあると、どうしても足を下に叩きつけるような着地となってしまって衝撃を強く受けてしまいます。そのような方は足を前に踏み出した時にももや膝を上に引き上げる、そのような足の引き付けをしてしまっています。これを改善するためには、前に振り出した足の膝は上ではなく前、膝蹴りをするような感覚で足を前に出すと地面に対して足は高くなりすぎないのでソフトな着地ができるようになります。実際に動画を見ていただければと思います。ももを上げすぎている走り、ももを上げすぎると高い位置から足を叩きつけるような着地となり、着地した瞬間強い衝撃を受けやすくなります。下がこれを改善した走り、膝を前に突き出す意識で足を振り出すと足は高くなりすぎずソフトな着地が可能となります。最後の衝撃が強くない走りの5つ目が、足の力だけで地面を押して前に進もうとしてしまっている走りです。地面を押して前に進むときに骨盤から下の足、この足の力だけで地面を押してしまうと地面を強く叩くような蹴り出しとなってしまい強い衝撃を受けやすくなってしまいます。これを改善するためには、地面を押すときに片足立ちのようにしっかりと体の軸を通した姿勢で地面を押すこと、これを意識してください。片足立ちのような軸を通した姿勢で地面が押せると足の力だけでなく全身の重みを使って地面が押せるので、足を地面に叩きつけなくても全身の重みから受ける反発を使って前に進むことができます。これも実際に動画を見ていただければと思います。足の力だけで地面を押して進もうとしている走り、足の力だけで地面を押して進もうとすると膝を曲げて伸ばす力で地面を押そうとしやすく強い衝撃を受けやすくなります。この走り方は前から見ると骨盤と体幹のねじれが非常に小さく固定されていることが非常に多いです。下がこれを改善した走り、
体の軸を作って地面を押す感覚で走ると、足に力を入れなくても強い反発がもらえます。右が改善した走り、骨盤体幹にねじれの動きが生じ、胸郭がうねるような動きが見られるようになります。はい、ということで本日は5つの衝撃が強くなってしまう走り見ていただきました。もしどれか1つでも衝撃が強くなってしまう走り当てはまってしまっている方は、ぜひ今すぐそれを改善していただくと、衝撃少なく長い距離をもっと楽に走れるようになりますので、ぜひ衝撃の少ない走り身につけていただければと思います。ということで本日も動画をご覧いただきありがとうございました。もしよかったらいいね、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。